変です、本当に。そうなんです。ね、ということでね、皆さんお祝いしてね 2周年。フォローしました、ありがとう。モバメ届きました、ありがとう。小田ちゃん超ド新規だから知らなかった。あら、私は毎日配信してます。今日誕生日です。だっておめでとうございます。おめでとう。衣装パンツスタイルかわすぎ笑った。ありがとう。将来のエリちゃんの前になった。あ、嬉しい。そう、今日衣装でね、スモールワールズだったんです。私はパンツ、日曜日のイベントから見るようになった新規です。ありがとうございます。衣装めっちゃ似合ってました。やった、グレピーマン。チェックに合いました？グレピーです。あの衣装かわいいよね。ドボンのイベント参加しますか？だって何やってんだろう今。切手のイベントですか？切手イベントとは。切手か。でもドボンやる時間がなかなか取れなさそうなので。でもいいね、切手になれるってすごいね。すごくない？日本人全員の夢。お、エリちゃん大好き、ケンケンがタワーを建ててくれました。ありがとうございます。イエーイ、嬉しい。じゃあみんなでお礼言いましょう。エリちゃん大好き、ケンケンさん、ありがたわー。イエーイ、ありがとう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 。2周年、大量のあくびですね。そうなんです。
明日劇場公演来る方いますか？明日。はい、行きましたって。おお、行くで。はい、え、結構いるんだけど、行きますはいって。結構いて、わら。じゃあ頑張ろう。行く、行きます。行きます。え、待って、参加率高くない？行きたいっていう声も。楽しみましょう。オンデマンド勢です。お、じゃあオンデマンドでも見ててね。今年はもう行けないかもってね、忙しい。良いお年を。だって早っやば、1ヶ月間違えてます。良いお年をってきたけど大丈夫？なんか1ヶ月間違えてる人。1ヶ月後に大晦日ってやばない？だってやばいよ、やばすぎる。あと2時間で12月。お代理のあくびが見れると聞いてきました。え、めっちゃ見れるよ。スモール見てたよ。だってありがとう。今日のお代理めっちゃ綺麗だ。なんでだろう、かわいい今日だって。え、なんで、なぜでしょう。歌唱力決勝のチケット販売始まったので、始まりました。皆さん歌唱力をぜひ応援しに来てください。1月12日絶対行きます。待ってます。今日の部屋着、トレーナーもう部屋の中に落ちてた。やばいんです、落ちてた服。結構ずっと落ちてるやつ。いつも落ちてるこれ。
明日から12月だね。そうだね。よく落とす服決まってくる。なんかもう服をね、服はお母さんが畳んで部屋に持ってきてくれて積み重ねてくれる。本当は自分がそれをちゃんとやらなきゃいけないのに何もしてないから服が落ちちゃう。私は洗濯は使い方わかんない洗濯機、まあ、やればできます。やればできるけどやったことないだけです。うん、ご飯炊いたことない自分で。でも、まあ、あります。うん。どっちでしょう。カレー作ったことあるよ。調理実習で。調理実習したよね。あとなんか私は学校のなんか遠足みたいなね、カレー作ってキャンプみたいな。じゃがいもの皮が剥けなくて、なんか包丁で怖いから、なんかたわしで取ってた。なんかそういう技ありますよね。なんかたわしでじゃがいもの皮をなんか取るみたいな。ね、あるあるってだよね、やっぱ。お弁当でそうめん入ってて泣いただって、どういうこと？何泣き？お弁当にそうめん入ってて泣いた？何泣きか知りたい。なにわびおめ、あ、ほんとだ、なにわだ、なにわ。高
校の時弁当におでん入ってて泣いただって。懐かしいお弁当とか。友達弁当箱に携帯入ってた、どういうこと？お弁当、お弁当、お弁当。好きな給食のメニューは揚げパン。揚げパンです。あと海藻サラダ、あと海藻サラダと黄色いご飯と、冷凍みかん。ターメリックライスかな。海藻サラダめっちゃ好きだったの。12月になるから初めてプラメ撮ろうかなと思ってるけど、お便りのプラメどんな感じですかって。私のプラメはお腹すいた、夜ご飯は何々らしいです、早く食べたい、何々食べました、めっちゃ美味しかった、最高みたいな感じですね。うん、びっくりが多い。びっくり多め。最後はバイバイ。でも毎日は送ってます。うん。あとタイトルはお疲れちゃんとヤホーが多いです。最近は、最近お疲れちゃん減ってきたけど、ヤホー、最近ヤホー多いタイトル。ヤホー、なんかね、タイトル考える前にもう指がヤホーって打ってて送信って押してんだよね。そう、なんかヤホー、無意識にヤホーヤホーって打っちゃって送っちゃってる。うん、びっくりマークはキス。あ、そう、てか明日ルーマーやるんじゃん、軽公演。やばいよ。そうだった、忘れてた。そう、最後の最後にルーマーっていうのがね、本当に
Kのルルマはやばいんです、本当に。頑張ります。でもね、本当頑張る。くすぐりとあんこどっちが苦手だって。どっちでしょう。当ててみてください。じゃあくすぐりとあんこどっちが嫌いか、じゃあ当ててみてください。じゃあ正解はあんこでした。あんこのが嫌いです。了解。私くすぐりあんまり聞かないかも。明日誰かにくすぐってもらって試してみよう。かなぶんはね、肩ねこうやって触るだけでね、めっちゃイエーってなるんです。かなぶんなんか肩こうやってこうやってやるじゃん、こうやってマッサージこうやってやるとイーってすぐなる。全くなんない私マジで。なんかもっとやってみたいに。私はねこうやってもうもっとそのもっと強めでもみたいな。ひななが、ね、マッサージよくしてくれるんだけど、たまにそう。私の弱点は何だろう。私の弱点は結構あるんですけど、弱点って言われたら何だろう、何だろう。あ、朝無理。お腹空いてる時は頭が働かない。そう、お腹空いてた時は頭働かない。朝無理。なんだろう、弱点って言われたら嫌なことはめっちゃあるけど、こうやって思い浮かばない。された時に嫌って思うもんじゃん。弱点ってなんだ。されて嫌なことじゃないか。弱点ってなんだ。
弱いところ、うーん、なんだろう、鼻、めっちゃ褒められる、めっちゃ褒められるの最近は受け、もうありがたく受け取ることにしてる。なんかさ、褒められてさ、なんか遠慮するとさ、なんか微妙な空気になるじゃないですか。なんかいやいやとか思うけど、いやいやって言ったらさ、なんかまた気使っちゃうかもしれないから、もう私は最近褒められたらもうですよねみたいな、そう、そっちに行くことが多いかな。うん、うん、ね、褒められた時の対応って本当難しいですよね。うん、なんか否定するとね、その褒めてくれた人も否定することになってしまうから、もうそこはね、ありがたく、ってなりますね。はい、ってはい、うん、お代理の可愛さと歌が最高。はい、ということで、じゃあ本日の配信は終わりたいと思います。皆さん、この配信がいいねと思ったらぜひフォローよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram もやってます。755もやってます。 TikTok やってません。はい、なので皆さん、ぜひぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いします。はい、ということでね、じゃあ皆さん、あのショールームの方のフォローもいいねと思ったらよろしくお願いします。はい、じゃあということで、じゃあ本日の配信は終わりたいと思います。皆さん、11月もありがとうございました。ドゥン、12月もよろしくお願いします。イエイイエイイエイ。はい、じゃあということで、本日のおランキングを読んでいきたいと思います。はい、いきます。13位、ハリーの道楽アットセンチュリー、イエイ。12位、カーズ。11位、ジャン・アット・グンマニア、オーダーシ。
獣医直樹、教育面先生、八馬アトオダシ、七位ソニーアトオダシ、六位ショートアトオダエリシカカタン、五位クルリン、四位ミヤちゃん、三位ヒトクマサト、二位カントアトカンカン、そして一位はエリちゃん大好きケンケン、イエーイ。イエーイ。はい、じゃあということで、じゃあ本日の配信終わりたいと思います。その他の見てくれたみんなもありがとうということでね、じゃあ本日の配信終わります。皆さんいい夢を見てください。はい、じゃあということで、じゃあ皆さん12月もよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。バイバイ。おやすみ。